先生は患者が社会的に成功することあまりないと考えていますか期待かけてほしい方なので悲しかったですと。すいません。まあ、そうですね。あんまりそんなことは考えたりしません。あの、まあ僕だけじゃなくて他の人もみんなそうだと思いますけど、あのプレッシャーになるようなことはかん思いませんし、まあもちろん、 通院がよく、治療が良くなった後、ね、成功することあるかもしれないけれども、少なくとも僕が見えてる範囲では、患者さんっていうのはあくまで患者さんなので、社会的に成功するとかしないとかは、まああんまり興味がないですし、で、そもそも社会的に成功すればするほど、ストレスもかかるし、不安も増えるし、落ち込むことも増えるので、そんなこと期待しないですよね。あの、期待しないし、求めないですよね。だからそれは、あの、 まあ普通の親がね、子供に対してその成功してほしいとは思ったりしないですよねその。この子をもっとビッグにしてやろうとか、あのスポーツでね、優勝しあの、スポーツ選手になってほしいとか、まあ、それは思いますけど、でも、プレッシャーのかかることも分かるから、そんなね、もうそこそこでいいよって思うわけですよね。健康でいてくれば あの幸せでであったらいいと思うわけですよねだからそ,それはもう医者も一緒でその患者さんに正解社会的な成功よりもやっぱり主体主観的な幸せを手にしてほしいと思うんじゃないかなと思いますね。うん、だから何かこうお金があるからとか出世したから幸せになったっていうよりは、うん、まあ何かね起こることが減りましたとか自分はダメでもいいと思いましたとかいう形で。 なんか納得してくれた方がなんかこう安心するし、まあ、良かったかなと思ったりしますね。うん、まあ平凡恐怖に怯えてると言ったりもしますしね。うん、と思いますね。逆にその社会的に成功してる人が患者さんで来たとしても結局患者さんは患者さんなので、まあ、あんまりそんなの関係ないし気にしなかったりしますね。うん、という感じです。